ディーサル・ソルジャーズは2018年のイギリスのアクション映画。監督はマシュー・ホープ、出演はマイロ・ギブソンとシルビア・フークスなど。元ネイビー・シールズで、情報機関からの依頼でテロリストを狙う、賞金稼ぎを描いている。劇場公開される前に、2018年12月6日に、オランダで DVD、ブルーレイが発売された。 日本では2019年1月から開催された未体験ゾーンの映画たち2019で上映された後同年4月26日に TC エンターテインメントから DVD が発売された元アメリカ特殊部隊隊員で現在は傭兵として CIA に雇われているジャック・コリンズは CIA 職員のアレンディより不穏分子の暗殺を依頼される標的は テリー・マクナイトという元情報部員で中東の武装組織に潜入していたが、裏切って相手側につき、情報の横流しを行っていた男であった。コリンズは同じく傭兵で友人でもあるマイク・ブレナンと、ブレナンの知人である傭兵ピート・サミュエルソンと合流し、マクナイトが潜伏しているとされるイギリス、ロンドンに降り立つ。リーの情報からマクナイトと繋がりがあると思われる。 人物のリストに専友であったトニー・デイトンの名前を見つけたコリンズは彼に接触して情報を入手しようとする。PMC の代表となっていたデイトンは当初はコリンズたちに対して友好的な態度をとるが、実はマクナイトにすでに雇われており、コリンズたちに騙し討ちをかけ、ブレナンを殺害する。友人を失ったコリンズはデイトン、マクナイト抹殺に闘志を燃やすが、リーは 接触を図ってきたデートンを懐柔して、マクナイト抹殺に利用しようと企み、事態は混迷していく。ロッテントマトズによれば、13件の評論のうち、高く評価しているのは23%に当たる3件のみであり、平均して10点満点中4.65点を得ている。メトクリティックによれば、4件の評論のうち、高評価はなく、賛否混在は1件。 低評価は3件で、平均して100点満点中27点を得ている。ありがとうございます。